これね、あのこうしてこうしてんな、あこうだこうだ、こういう感じですね。これで立てかけてますね。あ、立てかけられる、立てかけられるけど、こうこんな感じ、あこうだな、こういう感じです。わかりますかね。ここの部分がちょっと引っかかるようになってるんで、このキャップのとこが普通にこうやって立てかけられます。いいですね。縦置きができるのかな。お、普通にできますね。あんま揺らすと倒れるけど、こうやって置く分には全然問題なさげですね。このギャラクシーネクサスなんですけど、かなり巨大な部類に入る有機 EL ディスプレイの 4.7 インチのサイズのものなんですが、普通に縦置きできます。縦置きできますよ。縦置きできますよ。この形いいですね。スタンド的な感じで使えます。やっぱりみんな気になるのはこれじゃないかな。リンゴマークのね。こいつ、ブーンブーンブーン、こいつね。こいつがやっぱりみんな好きなやつですよね。みんな好きなやつ。これが置けるかどうか試しましょうか。こうです。もう余裕ですね。やっぱね、完璧な感じで置けます。あんま乱暴にやるとダメですけど、こうやってただ置いて固定しておく分には、ちょっと地震来たぐらいじゃ大丈夫です。縦置きもできます。普通にできます。こういう感じ。うん、いいですね。角度つけれるかっていうのね、どうかやってみましょうか。この角度、できますね。ちょっと倒してみ、もうちょっと倒したいな。俺もちょっと倒したいなと思ったら、これをこういけばいいわけ。ほら。結構自由にできますね。この辺まで行ける。これ以上行くと、重さでこのようになりますね。大体このぐらいから、プッシュだよ。まあこのぐらい。まあ普通に立てられるよって感じですね。まあある程度自由は効きます。今ね、この週刊アスキーをね、ちょっとこういろいろ読んでね、このくねくねケーブルの使い方が書いてあるページがね、こうあるので、ちょっとこれ読んだんですけど、結構ね、いろんな使い方が書いてある。面白いと思います。曲げ方のコツっていうのが書いてあって、これがね、きしめみたいなね、形になってるんですけど、これを、まずこのままこう U 字に曲げると。こうですね。こう曲げた後に、この手の部分をこうギュッと。ギュッと曲げると。そうすればこうできやすくなるよ。意外とね、買ってすぐだとね、曲げ方が一緒で よく食べてないってやつになる。で、こうして、こうなると。一回繋いでみましょうか。はったはったはっはっはった、はい。はい、じゃあこれちょっとね、入れてみましょう。ここに繋がってますよ。はい。スイッチ、オン。ほら、充電できましたね。ちゃんとケーブルとしても、まあ当たり前だけど、機能してます。僕さっきからこのキャップをはめるのに苦戦していたんですけど、これよく見るとね、ここの形状が違うので、これはこっちで、これは左のこっち、ちゃんとねキャップはめる方が決まってるので、気をつけるようにしましょう。基本的なスマホくねくねケーブルね、これの機能として、こんがらがったケーブルを一つにまとめておくっていうですね、機能があるみたいです。テーブルの下なんですけど、こういう風にね、これ地面につくの嫌なんですよね。そういう時にちょっとこれでやってみましょう。ほら、まあスマートにね、割とスマートにまとめることができました。こういう使い方もあるみたいです。はい、次はね、これにいろんなものを立てかけていきたいと思います。さっきは iPhone、 そしてギャラクシーネクサス、これは立てることができました。じゃあどこまでいろんなものを立てられるのか、ちょっとやってみましょう。曲げてクイックイッと、文庫本が立つのかどうか、いきます。はっ、立ちました。普通に文庫本を立てることはできます。まあ立ててどうするっていう問題はありますからね。まあそこはね、問わないようにしてください。立つ、立てばいいんです。文庫本 OK と。はい、次。これです。単行本。まあ、だいたいこんぐらいのデカさの本です。石谷正樹さんのみんなの写真。もらったやつです。これ立つのかどうか。立ってほしいな。これ立ってほしいな。行きましょう。行きますよ。行きますよ。ちょっと待って。はっ！立ちました。ここのね、ここ、わかる？このちっこいとこ。ここのキャップがちょっとね、この、ポコって引っかかるようになってるんですよ。ここがうまいこと引っかかって、本がこうずりずりずりってならないようになってるんです。しかもこのね、ゴムの部分、このグネグネの部分、意外とこれ強度あるでしょ。これでほにゃってなんないんです。ちょっとこう倒すと、こうなる、ほらこうなっちゃう。
こういう風に角度つけたいってなると難しいですね、かなり。こうなっちゃうもん。こうなっちゃうもんね。立ちました。じゃあ次。はい、次は、ダーク。新しい iPad でございます。こいつが果たして、このちっちゃい超くねくねスマホケーブルで立つのかどうか。もうね、スマホですらない。タブレットです。スマホケーブル。これただのケーブルですよ。これにこのタブレットが立ったら、すごいことじゃないですか。俺は行きますよ。立ててみせますよ。行きます。まずは、こいつをもう万全な状態に整えるんです。万全な状態といってもね、特にね、